ということで今回はこの可愛いペットと暮らそうワンニャン&アイドルアニマルの体験版をやっていきたいと思います。はい、それじゃあ初めから、ようこそ可愛いペットと暮らそうワンニャン&アイドルアニマルへ。ここではいろんな動物たちと遊んだりじゃれ合ったりとほっこりまったりなライフを送ることができます。アイドルアニマルってどれやろ。それではこれから一緒に過ごす動物たちに会いに行きましょう。いろんな種類の子がいますね。さあ一緒に暮らす子を選びましょう。とりあえずここには犬しかおらんけど、かわいい。あれ何、ポメポメですか。ブリーダーハウスではいろんな種類の動物をラブポイントを使ってお迎えすることができます。まず好きな動物の種類を選びましょう。初めての時だけプレゼントになります。動物の種類によってお迎えする場所が変わ、場所が変わるん、マジで。へえ。このゲームでは動物の種類によってお迎えする場所が変わります。アイコンをよく見てお迎えする子を選びましょう。あ、室内と庭と、へえ。え、すごい。あれ何、アヒル、小豚、え、めっちゃ可愛いやん。いいねいいね。その後に好きな子を選びます。毛色や性別など好きな子を選びましょう。あれってアヒルなんや、あの緑のやつ。なんかよく池に浮いとるよね。好きな子を選んだら決定をタッチして部屋または庭にお迎えします。動物たちは初めは緊張してますから優しく可愛がってあげてください。私あれずっとカマやと思うよった。違うんや。これが、あ、室内、室内ってことね。トイプードル、柴犬、ポメラニアン、チワワ、フレンチブルドッグ、シベリアンハスキー、そしてあ、こっちの方に猫が、アメリカンショートヘア、ラグドール、メインクーン、スコティッシュフォールド、ベンガル、ロシアンブルー。ロシアンブルー可愛いよね。そしてここからがアイドルアニマル。ペレット、ハリネズミ、ポーランドロップ、あ、ウサギ、あの耳が垂れたウサギ、チマリス、ネザーランドドワーフ、ミニブタ、ミニブタ可愛い、カワウソ、アヒル。体験版でできるのはどれ、一番最初のトイプートイプーなの。とりあえずほらミニブタを押してみたりとか。メインクーンの灰色、なるほど、メインクーンの灰色らしいわ、ここでできるのは。はい、メインクーンの灰色。茶色の子かわいいかも。でも灰色なのね。オッケー。オスや、オス。この子にしますか。はい。メインくんが家族になりました。部屋に送りました。ありがとう。おー、いいね、いいね。やってきてよ、我が家にメインくんが。メインくんがあなたのお家にやってきました。でもいきなり知らないお家に連れてきてしまってなんだかそわそわしていますね。まずはこの子に名前をつけて安心させてあげましょう。じゃあここは今うちで飼ってる猫のモモ、おなじみモモ。はい、モモいい名前ですね。では早速モモに呼びかけてみましょう。マイクに向かって動物の名前を呼びかけると動物がその声に反応してこちらに来てくれます。またマイクのオンオフはオプションの音量設定から変更できます。遊び方に合わせて変更してください。おっと、何も言ってない。あ、声が届いたみたいですね。ですがまだ自分の名前だとは分かってないみたいです。もう一度呼びかけてみましょう。もも、もも、え、もも聞こえてる、もも。お、おや、少しずつですが自分の名前が分かってきたみたいですね。あともう一息です。もう一度呼びかけてみましょう。もも、もももも、お、もも、名前を覚えたみたいですね。名前も気に入ってくれたみたい。3回呼んだだけで覚えてくれるとか天才か。ももは多分未だに覚えてないと思う、うちの。それでは初めて動物を飼い始めるあなたに記念としてタブニャンをプレゼントします。タブニャン、何それ、ジバニャンみたいな。タブニャンとはこのゲームの中専用のタブレット機になります。かわいい、あんなタブレットが欲しいです私も。このタブニャンではあなたの飼い主レベルが確認できるほか3つのアプリが入っています。ニャンスタグラムは動物たちのかわいい動画をアップすることができる動画投稿アプリとなっていて、ミッション形式になったお題をクリアすることで飼い主レベルが上がっていきます。お願いは動物たちの今やってほしいことをリアルタイムで見ることができます。動物たちの気持ちを知りたいときはタブニャンを起動してこのアプリを使って動物たちを見ると何をしてほしいかがわかります。すげえ天才タブニャン。
アルバムは今まで撮影した動画や写真を見ること、消すことができます。せっかくなのでタブニャンを起動してみましょう。タブニャン。タブニャンを起動しましたね。それではアプリの一つを起動してみましょう。お願いボタンをタッチしてください。お願い。お願いは動物たちの今やってほしいことをリアルタイムで見ることができます。そしてそのお願いを叶えてあげると動物の幸せ度が上がっていいことが起こるというものです。現実に欲しいそんな仕組みのもの。お願いはタブニャンボタンを押してタブニャンを起動した後、お願いをタッチするとタブニャンが上画面に移動します。タブニャン言いすぎじゃないかな。何にも内容が入ってこないんだけど。タブニャンボタン。タブニャンボタンで起動する。そしてお願い。なるほど。カメラを自分で動かしタブニャンで動物を捉えると、その動物のお願いを見ることができます。下画面のキャラボタンをタッチすると、自動で動物にカメラが合い、その動物のお願いを見ることができます。お願いは叶えてあげると、その動物の幸せ度が上がります。また、タブニャンでお願いを見なくても、その時に叶えてほしいお願いをしてあげれば、お願いは叶います。あ、なるほどね。まあ、見てなくっても、たまたま会うことがあるかもしれんってことか。何？なんか泣き声が。幸せ度とは、動物の今の幸せ度合いを表していて、お願いを叶えてあげると上がります。幸せ度は、ステータスボタンをタッチすると見ることができます。お願いを叶えて幸せ度がマックスになると、福引チケットのかけらを一つもらうことができ、さらにその動物がご機嫌モードになります。福引チケットのかけらなんか、破られとるけど大丈夫。ご機嫌モード中は動物たちがいつも以上に家具で遊んでくれるようになります。幸せ度は1日3回までマックスまで上げることができ、ご機嫌モードも1日3回までになります。それではカメラを動かして、モモのお願いを見てみましょう。下画面のキャラボタンをタッチしても見ることができます。じゃ、キャラボタンの方から行こうか。モモのお願いを見ることができましたね。何か、カメラワークに収まってないんやけど全然。撫でてほしいらしいけど。ではせっかくなので、モモのお願いを叶えてあげましょう。撫でてほしいにゃ。戻るをタッチしてメイン画面に戻りましょう。はい。どこ？あ、おった。メイン画面に戻ってきましたね。それではまずはキャラボタンをタッチして、モモをもっと近くで見てみましょう。次に、触れ合いボタンをタッチしてください。触れ合い、はい。遠くなったけど。めっちゃ遠くなったけど、近寄ってきてくれるの？あー、来た寄ってきたもも、かわいいですね。このように触れ合いボタンをタッチすると、動物を呼んで触れ合うことができます。では早速、ももを撫でてみましょう。触れ合いモードでは動物を撫でることができます。撫でることによって、動物との仲良し度を少しだけ上げることができます。下画面に表示されている動物のシルエットをスライド操作することで動物を慣れてあげることができます。動物を慣れていると動物の横にハートが出てきてだんだん大きくなっていきます。スイカを撫でると大きくなったそのハートが割れて中から小さいハートがいっぱい出てきます。小さいハートが出てきたら消えないうちに下画面のハートのシルエットをタッチまたはスライド操作で拾いましょう。下画面にもシルエットで出てくるんや。小さいハートのシルエットをタッチして拾うとラブポイントをゲットできます。あとは数秒すると消えてしまいますので、消える前にゲットしましょう。なんかもうすでにももめっちゃ動きようやけど。はい。撫でましょう。撫で。ハート消えたよ。なんか、ハート消えたけど大丈夫？おー、なんかでかくなって近づいてきた。あー、ハートがしぼむ。どうなん？なんかこう、やっぱり、撫でられて気持ちがいい場所みたいなところになったら、あ、そっか、横とかも大丈夫なんか。あ、なるほど。ここでいいの。へい。こんな感じ。もも撫でられて嬉しかったみたいですね。あれ、今何か上画面に出てきましたね。どうやらもものやってほしいこと、つまりお願いを叶えてあげたお知らせのようです。お願いをたくさん叶えてあげると、動物の幸せ度が上がって、動物がご機嫌モードになったり、福引チケットのかけらもゲットできます。なので、ぜひぜひ叶えてあげてくださいね。福引チケットのかけら、で1日に3つまで手に入るって言ったけん。で、1日、1回は必ず、まあ、できればやけど、揃えば、1回は必ず福引が引けるってことかな。また、動物を慣れてあげると、ももとの仲良し度が上がります。仲良し度とは動物との仲良し度合いを表していて、主主におやつをあげると上がります。他にも、主におやつをあげると上がります。
他にも動物を撫でてあげたり、おもちゃで一緒に遊んであげても少しだけ上がります。仲良しとはステータスポーターをタッチすると見ることができます。仲良しとのレベルが上がると、慣れた時にお腹を見せてくれたりなど、可愛い仕草を見せてくれるようになります。また、芸を覚えてくれるので、どんどん触れ合って仲良しさを上げましょう。芸を覚えてくれるのいいね。なので、いっぱい撫でたり、おやつをあげて可愛がって仲良くなってくださいね。さて、ももも慣れてもらって、すっかりこのお家に慣れてきたみたいですね。それにしても、ここなんだか何もなくて少し寂しいですね。ということで、せっかくなので家具を設置してみましょう。模様替えボタンをタッチしてください。スメット着とかかな。模様替え。ブンブンじゃらし。模様替えボタンをタッチすると模様替え画面になります。模様替えではショップで買った家具や壁紙などを変えたり配置することができます。あ、すごいあれ、外やんまるで。好きな家具を選択して置きたい場所を選択すると、その場所に家具を配置することができます。あ、まるで外じゃなくったら庭で飼う用の動物のとこか。同じカテゴリーの家具の場合のみ配置する場所を選択することができます。いろんな家具を部屋、庭に配置することで動物たちがいろんな仕草を見せてくれます。ぜひいろんな家具を配置してみましょう。今回は特別にブンブンじゃらしをプレゼントしました。ブンブンじゃらしをタッチして置いてみましょう。はい。お、これで、どうしようかな。じゃあこの、あ、こう置けんかった、ここ。赤いところに置けるんか。じゃあここにするわ。窓際。それでは戻るをタッチして様子を見てみましょう。蝶々や蝶々。はい。遊んでくれるかな。おお、ブンブンじゃらしが置かれましたね。お、興味津々？ももたん。おや、ももがブンブンじゃらしに興味津々みたいです。キャラボタンを押してももの様子を見てみましょう。めっちゃ遊びよる、かわいい。うん、かわいい。もも、ブンブンじゃらしが楽しいみたいですね。いいね、めっちゃ遊びよりやん。ニャンスタグラムは動物たちの可愛い動画をアップすることができるタブニャン内にある動画投稿アプリです。そしてニャンスタグラムにはミッション形式でたくさんのお題が用意されています。動物が家具で遊んだり、おもちゃで遊んだりしているところなど、いろいろなことをしている場面を動画撮影することで、ニャンスタグラムの中のお題をクリアしていくことができます。お題をクリアすると撮影した動画がニャンスタグラムにアップされ、その投稿に反応してニャンスタグラムのフォロワー数が増え、飼い主レベルが上がっていきます。飼い主レベルが上がると、ショップに新しいアイテムが増えたり、飼える動物の数が増えていきます。また、クリアとともにボーナスとしてラブポイントももらえるので、ニャンスタグラムのお題をどんどんクリアして、ショップで家具やおもちゃなど、いろいろ買ってみましょう。なんかあの花のやつさ、マリオン出てきそうじゃない？ちなみに、モモが遊んでいるブンブンじゃらしもお題の一つです。せっかくなので、ブンブンじゃらしで遊んでいるモモを R ボタンを押して撮影してみましょう。R ボタン。スライドパッドでカメラを動かして R ボタンを押して動画を撮ってみましょう。かわいい。いろんな方向から。にゃー、こんな魅力的なじゃらしがあるなんて。飼い主さんありがとにゃ。じゃらし。クリアボーナス800ラブポイントゲットしました。動画をニャンスタにアップしたことでフォロワー数が10増えました。人気が出たことで経験値を100ゲットしました。あ、今上画面にお題クリアって言っていましたね。このように動物が家具で遊んでいる時や他にも慣れている時などいろんなシーンがニャンスタグラムのお題として用意されています。お題の中身はタブニャンボタンのニャンスタグラムをタッチするといつでも確認することができます。いろんな家具をショップで買って配置して動物たちのいろんな仕草を楽しみながら素敵な動画を撮影してみてください。また遊びよる、かわいい。いいね、いいね。回転するのいいね。体験版はここまでで終わりです。体験版を遊んでくれてありがとう。こっから先は製品版で遊んでね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか現実でもそうやけどさ、猫って何ででも遊ぶよね。一人でずっと遊びよるけんすごいなって思う。